中卒はこれだから、中卒の仕事なんて価値ないもんな。高学歴を武器に社長が中卒の俺をバカにする。今ではこの会社のシステムは全て俺が担っているというのに、社長にはその事実には全くお構いがない様子だった。そしてついには声高々に、中卒のお前はクビだ、そのパソコンのデータ全て消して退職しろと言ってきた。うんざりしていた俺はその場で、わかりましたと了承する。その間も社長は俺の作ったシステムをゴミみたいなもんだと揶揄していた。そこまで言うなら、今まで献身的に勤めてきたけど、もうたくさんだ。とことん徹底的にシステムを削除してみせることにした。社長は知らなかったようだ。俺がどんなシステムを作っていて、それがないと会社がどうなるかを。高らかに笑うこの顔は、後に涙を見ることになるのだった。俺の名前は小島亮太。IT 系の今の会社で働き始めて10年になるエンジニアだ。10年と聞くと結構長い年月をこの会社と共に歩んできた感じがするんだけど、実際の年齢はまだ25歳。中学卒業後、高校には入学せずにこの会社に就職したということだ。だから25歳といっても社内には年上の後輩がたくさんいる。こういった人たちとの接し方には初めはやはり戸惑いがあった。それは相手も同じだったようで、お互いにすごくやりにくさを感じたものだ。しかし今ではもうこの現状にも慣れてしまったので、特に気に留めることもなくなった。後輩曰く、年齢以上の風格が自分からは出ているらしい。これこそが10年という金属の賜物なのかもしれないと思った。しかし中卒で入社したからといって仕事ができないというわけではない。自分で言うのもなんだけど、むしろ会社の役に立っているという自負もある。というのも、会社のシステム管理は俺がほぼ一人で担っているのだ。学歴やステータス以上に実力や成果物のクオリティが求められるこの世界。俺は10年間培ってきた経験値から自分の能力に対しての自尊心を持てるようになっていた。こんな感じで俺は少々特殊な状態で社会人10年目を迎えようとしているのだった。じゃあなぜ中卒で就職の道に進むことになったのかというと、それは中学生の時に起きたあることが原因だ。俺が中学1年の時、母親が交通事故で亡くなったのだ。至って健康にいつも家を守ってくれていた母親、その母が交通事故によりある日突然いなくなってしまった。俺には兄弟がいなかったので、家には俺と父親の二人きりになってしまった。それまで父は仕事が忙しく、ほとんど家に帰ってこない日々が続いていたので、とりわけ仲がいいというわけではない。そんな父と二人残されて、家族の中はギスギスだった。じゃあ月水金日は父さんが洗濯をするから、火木土は亮太がしてくれ。あと掃除とか食器洗いは各自それぞれがしていこう。うん。二人ともこれまで家事は母親に任せっぱなしだったから、ある程度分担して行うことにした。しかし、家事の大変さはやってみないとわからないものだ。どれ一つを取っても簡単ではなかった。片付けをしているつもりでも、家の中はどんどんゴミだらけになっていったし、服もシワだらけ。もちろんどちらも食事を作れるはずもなく、おのずとコンビニ弁当や、てんやものばかりの日々になった。そうした日々が数ヶ月続いたが、父親との関係は変わらずぎこちないままだった。一緒にいても会話はほとんどない。気まずい空気感に、お互いに居心地の悪さだけを感じていた。こんな毎日を過ごしていると、当然のことながら、どんどん気分は落ちていってしまうものだ。俺は次第に家にいること自体が苦痛になっていった。刺激と楽しさと人混みを求めて、
夜遅くまで柄の悪い仲間と遊び歩くようになっていった。夜遅くまでコンビニでたむろしたり、カラオケで騒いだりする日々、格別楽しいわけではなかったが、気分を紛らわすのにはちょうどよかった。そんな時に俺は一人の男と出会った。それが友人の蓮だった。蓮は俺より二つ年上なのだが、非常に面倒見がいい男だった。いつもつまらなさそうにしている俺のことを何かと気にかけてくれたし、面白いことがあるとすぐに教えてくれた。食事や遊びに誘ってくれることも頻繁だった。しかも蓮は幼い頃に母親を亡くしているのだ。似たような境遇である俺たちは話もすごくあって、瞬く間に仲良くなっていった。家の中で居心地の悪さを感じていた俺にとっては、蓮との時間はありのままの自分でいられる楽しい時間だった。そんなある時、事件が発生した。不良との喧嘩で蓮が大怪我を負ってしまったのだ。悪い友達とつるむようになって喧嘩をする機会が増えたものの、俺はもともと喧嘩が強いわけではない。見栄を張って威嚇するのが限界だった。この日も同じくその場に居合わせたものの、自分に襲い来る攻撃を受け止めるので精一杯。数人がかりで攻められている蓮のもとに駆け寄ることはできなかった。そもそも人数でも年齢でも体格でも遅れを取っていた俺たち、喧嘩は派手に負けてしまっていた。気が済んだ相手方が颯爽と去る。俺はヒリヒリ痛む体を動かして、ぐたっとうなだれている蓮のもとに駆け寄った。蓮の状態を確認する。思った以上にひどい怪我だ。俺はその場で救急車を呼ぶことにした。すぐさま病院に搬送される蓮。俺の怪我は比較的軽傷だったので、手当てをしてもらった後は付き添いとしてそばにいることになった。蓮の状態は良くない。怪我をしているだけでなく意識も失っていた。そこに一人の男性が急いで駆けつけてくる。心配そうに顔をこわばらせたその男性は蓮の父親だった。以前蓮から聞いていたのだが、蓮の父は町工場の社長らしい。苦労しているのか痩せこけており、漂う雰囲気からは明らかに疲れをにじませていた。その上今回は息子が大怪我を負っているのだ。看護師に容体を聞く姿からは悲壮感が漂っていた。今時のイケメンって感じの蓮には全く似ても似つかなかった。君が救急車を呼んでくれたようだね。友達かな。どうもありがとう。いえ、こんな怪我をさせてしまって、俺何もできなくてすみませんでした。いやいや、むしろ息子の喧嘩に巻き込んでしまったんじゃないかと心配していたところです。君の怪我は大丈夫かな。顔色の悪い蓮の父親は優しい口調で俺の様子を伺ってくれる。初めに見た時に感じたこわばった印象は、話すにつれて柔らかなものに変わっていくようだった。うん。俺たちが会話をしている途中、蓮が意識を取り戻す。軽いうめき声を上げながら起き上がろうとして、体の痛みに顔を歪めていた。蓮、気がついたか。俺が声をかけるより先に蓮の父親が声をかける。その声の方を見て蓮は少し驚いた顔をした後、舌打ちをしながら、なんで来るんだよとつぶやいた。その言葉はもちろん父親にも聞こえていたはずだが、彼は全く気に留めない。それどころかむしろ、命があってよかったと号泣し始めた。父さん、本当に心配で心配でたまらなかったんだぞ。本当に本当によかった。心の底から息子の無事を確認できて喜ぶ父親。そんな彼の様子を見て蓮は、大げさとかうるせえとか言いながらも少し照れていて、どこか嬉しそうだった。そこに遅れて俺の父親も駆けつける。居合わせた蓮親子と俺の無事を確認して軽く会話をしていた。父親と気まずい俺はこちらを向く父親の目線をそらす。
それでも父はじっとこちらを見ながら、怪我は大丈夫か、一体何があったんだと聞いてきた。俺は今日あった経緯を大まかに説明した。怒られるかな、そんな気がしていたから、説明しながらも憂鬱な気分になっていった。すると案の定、大体の説明が終わった後、父はなんて危ないことをするんだと叱りつけてきた。怪我をしてしまったし、大事になったし、危険だったのは理解している、分かっているから、もう怒らないでくれ、そう反論しようとした。思った矢先、顔を上げた俺の目に父親の顔が映り込んできた。口では怒っているのに、その顔は今にも泣き出しそう。思わず父さんと言ったら、父は顔をくしゃっとゆがめて肩を震わせ始めた。そして、お前に何かあったら俺はもう生きていけないと言いながら、俺を抱きしめてきた。久しぶりに父親のぬくもりを感じた瞬間だった。お互い気まずくて避けていたけど、父はずっと変わらず俺を大事に思っていてくれているんだな。そう思うと、自分がこんなに心配をかけていることが申し訳なくてたまらない気持ちだった。この事件以来、反省をした俺と蓮はそこを改めるようになった。きちんと学校に行き、夜遊びを控えるように。まだ少なからず親に対する複雑な気持ちは持ち合わせてはいるものの、過度な心配はかけないようにしようという気持ちが湧いていた。荒れていた生活が徐々に良い方向に向かっていったのだった。さて、そんなこんなで少しずつ健全な中学生へと回復していったのだが、残念なことに俺の学力は今一つ伸びなかった。そもそも勉強自体が得意ではない。勉強の仕方もわからないし、テストだっていつも平均点より低い点数だった。そんな中、俺は人生を左右するあるものと出会う。それは父親から譲り受けたノートパソコンだった。今まで学校ではパソコンに触れる機会はもちろんあった。でも学校の備品だから、それでできることは制約されていたのだ。例えば決まった文章を打ってみたり、言われたものを調べてみたり、その時はただの作業っぽく感じて特に興味を持たなかったのだが、自分のパソコンとなると話は別だった。授業みたいに誰かに指示されるわけでなく、自分の好き勝手に触ることができるのだ。検索から始まって、ゲームや印刷、イラストレートなど様々なことに挑戦していった。どれもが目新しくて斬新だった。そんなこんなでパソコンをいろいろいじっているうちに、俺はついにプログラミングというものに出会った。はじめは何を書いているのかさっぱりだったプログラミングだが、学ぶと暗号のように感じていた言語が徐々に読めるようになったのだ。この達成感と快感が気持ちよくて、俺は一気にのめり込んでしまった。自分の指示した通りにプログラムが動くことが何より面白かったけど、反対に全くうまくいかないことも多々あった。でも動かないときは必ずどこかに問題があるのだ。そこを探すのが間違い探しのようで楽しくて、見つけられたときの達成感と気持ちよさは圧倒的だった。こうしているうちに、いよいよ世間は受験シーズンへ。俺はやはり勉強はいまいちだったから、高校への進学についてもたくさん悩む必要があった。そんなさなか、父と進路の話をしているとき、父は自分のやりたいことをやればいいと言ってくれた。その言葉を自分の中で反芻してみて、やりたいことを考えたとき、出てきたのはパソコンのプログラミングだった。しかし住んでいるところの近くに情報系の学部がある高校はない。あるのはもっぱら普通科だけなのだが、そこに行っても面白くなさそうな気がしてならなかった。そんな悩みを抱えていたある時のこと、蓮が、うちの工場でバイトしないかと聞いてきた。聞くと、蓮の父親の経営する町工場は慢性的に人手不足らしい。最近は蓮も仕事を手伝っているそうだ。バイトなんてしたことなかったから不安だったけど、蓮が、
一緒にバイト楽しそうだから来てよ、というので、俺は試しに行ってみることにした。いざバイトに行ってみると、仕事は簡単な梱包作業だった。手先は器用な方なので、黙々と梱包に勤しむのも苦じゃなかったし、何より蓮と話しながら一緒に仕事をするのは想像以上に楽しいものだった。加えて、他の従業員も皆いい人で、和気あいあいとした環境だった。ある日、バイトをしている途中、社長である蓮の父親が困った様子でブツブツぼやいていた。どうしたんですか?と聞いてみると、パソコンがさっぱりでね。との返事が返ってきた。詳しく聞いてみると、ファイルで届いた圧縮データを開けずに困っているのだそう。俺は少しパソコンを拝借して開けてあげることにした。どうぞ。ものの一瞬で解決したことに驚く社長。俺がパソコンを扱えることがわかると、データの打ち込みや簡単な文章作成の仕事をくれるようになった。俺は普通にしているつもりなのに、社長は速さとクオリティに感動している様子。亮太くんがいてくれるの本当に助かる。何度もそう言ってくれるのがすごく嬉しかった。その上仕事も楽しい。俺は正式にバイトとしてパソコンの仕事を手伝うようになった。俺は正式にバイトとして行くからには絶対にしたいことがあった。それはシステムの自動化だ。この工場、伝票や出入金のシステム、受注発注のシステムが全て手作業なのだ。人手が足りてないのに全て手作業で行うのはかなり時間のロスに感じられた。なので俺はまずここから着手し、プログラムを組むことにした。当時の俺には簡単なことではないが、できないことでもなかった。試行錯誤しながらも、なんとかシステムを作り上げることに成功した。俺はワクワクしながら、それを社長に見せた。おおよその反応は想像していたが、彼の喜び方は、そんな予想をはるかに上回るもので。なんて画期的なんだ!と、目を輝かせながら感動してくれていた。生まれて初めて自分の作り出したもので誰かのためになっていることを実感した瞬間だった。この出来事がきっかけとなり、俺はますますプログラミングに力を入れるようになった。学んだらそれを実現することで会社に利益を還元する。やりがいがあって楽しかった。こうしてどんどんのめり込んでいった俺は、結局高校に進学するのをやめた。そして中学卒業後はこの工場で正社員として働くことになった。正社員となってから社長は俺に様々な仕事を与えてくれた。俺はそれを次々とプログラムを組んで自動化していく。タイムパフォーマンスの悪かった職場は目に見えて効率化されていくのが分かった。すると面白いことに、業務が効率化されることで業績自体が上がっていくのだ。それに伴って新しい人材も雇えるようになり、ますます好循環が生まれる。小さな町工場は自動化を起点に、それなりに大きな会社へと成長していくのだった。蓮は俺とは違い高校に進学した。高校では真面目に勉強に勤しんだらしく、卒業後は意欲的に父の会社に入社した。将来的には工場の管理を任せたいと社長に言われたようで、その期待に応えるべく現場で精力的に働いている姿が印象的だった。そんな姿を見ていると、本当にあの蓮なのかと思って笑ってしまいそうになることがよくあった。一緒に悪さをしていた俺が言うのもなんだけど、今の姿からは昔荒れていたとは想像もつかない。それくらい精力的な頑張りだった。そんな彼を見て、誰もこの工場の後継者だと疑わなかった。しかし想像より何倍も世界は冷徹だった。ある日突然、蓮は交通事故で帰らぬ人になってしまったのだ。営業に行ってくる、と笑顔で会社を出て行って、1時間後の出来事だった。事故の連絡を受けて、社長と共に病院に駆けつけた時には、もうすでに手遅れだった。こんなことがあるなんて、こんな不幸が襲いかかるなんて。社長も俺もショックで泣き崩れた。あまりの衝撃に落ち込んで、なかなか現実を見ることができなかった。
俺たちにとってレンの存在は何より大きかったのだ。レンのいない将来を想像することなんてできなかった。しかし変わらず世界は回る。それは工場も同じで、そんな時でも変わらず動かさなければいけなかった。俺は悲しい気持ちを押し殺しながらなんとか働いた。しかし仕事に打ち込んで他のことを考えないようにしても、ふと我に返ると蓮のことが頭をちらついて、何度も涙が溢れそうになった。しかし父親である社長の傷はもっと深いものだっただろう。多くを語るわけではなかったが、いつも息子を見ていたし、信頼していたし、愛していたはずだ。そんな父親の気持ちを思うと不憫でならなかった。いつも蓮のそばにいてくれてありがとう。私にとっては君も息子みたいなものなんだよ。ある時蓮との思い出話を魚に二人で飲み明かしていた時に、社長がこう言った。実際社長はずっと俺の面倒を見てくれていたわけだが、蓮がいなくなってからは俺を蓮の代わりとでも言うように、さらに可愛がってくれるようになった。俺も蓮が恋しかったのもあり、ますます社長を慕うようになっていった。そんな時蓮の兄郷が帰ってきた。彼が話に出てくることはあまりなかったのだが、かつて一度優秀で天才の兄がいるとは聞いていた。実際聞くところによると、兄は県外の大学に進学したそうで、その上大学院まで卒業したらしい。蓮が荒れていた時も、工場の経営が厳しかった時も姿を見せなかった蓮の兄。彼を初めて見たのは、悲しいことに蓮の葬儀の場だった。軽く会話をしただけだが、蓮とは違い、ひどく冷たそうな印象の男性だった。その兄が帰ってきて、工場の仕事を手伝うようになった。大学院卒業の秀才。きっと頭が切れて、ますます会社がいい方向に行くのだろうと思った。蓮が背負おうとした会社だから、少しでもより良いものになれたらいいな、という気持ちで俺も働いていた。しかし当の兄は工場に来てもじっと見ているだけで、仕事をしているようには見えない。その上話しかけにくいオーラも出ているから、関係を深めることも困難だった。そんな時さらなる不幸な出来事が起こった。社長が脳梗塞になったのだ。みんながいる場で急に倒れた社長。でもそれは不幸中の幸いだった。倒れてすぐに救急車を呼び、早急に脳梗塞の治療を受けることができたのだ。手術も成功して命に問題はないところまで回復したが、体に麻痺は残ってしまった。それでも命があったことに俺は心から安堵を覚えたのだった。だが一方で兄の郷はというと、社長の体に麻痺が残ってしまったことを理由に父親を引退させ、自分が社長へと就任してしまった。しかし彼は実質後継者なわけだから、苦言を呈することができる者は誰もいない。彼が社長に就任してから、会社はワンマンな経営へと変化していってしまった。そんな郷の経営方針に昔から勤めていた職人たちは不満をあらわにしていた。みんな会社の行く末を心配してのことだろう。しかし郷はそんな彼らを次々に退職へと追い込んでいってしまうのだ。その様子を見ていたら、誰も郷には意見をしなくなってしまった。誰も言わないのをいいことに、郷の横暴っぷりはますます加速していくのだった。俺は入院する社長の見舞いに行き、会社の様子を伝えてみた。一通り状況を聞いたところで、社長は困ったような顔をする。でも、どうすることもできないのか。私も今こんな状態だからな。と言って、諦めたように笑ってしまった。このままじゃ、会社がダメになってしまいます。そう思った俺は思わず、熱くなって、大きな声で言ってしまう。ちょうどその時、運の悪いことに、郷が病室に現れてしまった。もしかして、今の話聞かれたか。そう言って、恐る恐る彼の表情を見ると、
やはりしっかり聞かれていたようだ。鬼の形相で冷たくこちらを睨んでいた。さてそれからというもの、あの話を聞いていた郷はその日から俺を目の敵にするようになってしまった。まず何より俺が中卒だということをバカにし見下し始めた。面と向かって、お前なんていなくてもいいと笑われることも頻繁だった。他にもネチネチとした嫌がらせばかり受ける日々、俺は心身ともにすっかり参ってしまうのだった。そんなある日のこと、俺はこの日ちょっとしたミスをしてしまった。幸いそのミスは他の社員がすぐに見つけてくれたので大事には至らなかったのだが、それを郷に見られてしまったのだ。すると彼は相変わらずいつものように、中卒はこれだからと言って俺のことを嘲笑い始めた。中卒の仕事なんて価値ないもんな。そういう郷の発言に思わずカッとなる俺、自分の業務内容を伝えてみるものの、郷はそのくらい誰にでもできると言って譲らなかった。そして郷はついにとんでもないことを言い始めた。中卒のお前はクビだ。そのパソコンのデータすべて消して退職しろ。もう何を言っても無駄だろう。あいにく俺ももううんざりだ。そう思っていた俺はその場で、わかりましたと了承した。言われた通り会社を辞めようと思い席を立つ。そんな俺に追い打ちをかけるように郷はさらに続けていった。お前の作ったシステムなどどうせゴミみたいなもんだろう。すべて抹消していけ。高笑いする声、それを聞きながらもうどうでもいいやと思ったら、俺はその通りにすべてのデータを削除することにした。本当にすべて消えたのかとニヤニヤ笑う子。その顔にムカついた俺はパソコンを床に勢いよく叩きつけてみせた。あたりに響く破壊音の衝撃に驚く郷。俺はその唖然とした顔に向かって、データを完全に抹消する一番確かな方法は物理的に破損することですよと言って凄んでみせた。ネチネチとした嫌がらせばかりしていた郷にとってこういった手法の威嚇は少々馴染みがないようだ。切れてしまった俺が何度も何度もパソコンを床に叩きつける姿に恐怖を感じたのか、どんどん顔色を真っ青に変えていった。社長の言う通り完璧にデータを削除しましたので、すっきりした顔でこういう俺とは対照的に郷は血の気がない顔だった。腰が引けたように怯えた様子でこちらを向いている彼が何かを言うことはなかった。数日後、俺はぼーっと求人情報誌を眺めていた。次はどんな仕事に就こうか。やっぱりプログラミングに携わりたいな。そんなことを考えていたちょうどその時、一本の電話が入った。その相手は郷だった。今さら何を言われるのだろう。内容に若干興味があったので電話に出てみることにした。電話に出てすぐの第一声、それは今すぐ会社に来いという怒鳴り声だった。もちろん行く気はない。もう退職したんで絶対に嫌ですと言ってすぐに電話を切ってやった。辞めた人間に恋だなんてどうかしている。しかも開口一番同性だなんて絶対に行くわけない。その後も何度も何度も着信があった。それが鬱陶しくて煩わしかったので俺はもうスマホの電源を落とすことにした。そんな中でも俺は社長の見舞いには行っていた。今の会社は大嫌いだけど、それと社長は別だ。俺にとってもう一人のお父さんみたいな存在である社長には定期的に会って話がしたかった。この日は退職して初めてのお見舞いだった。体調どうですか。俺がそう言った途端、社長はハハハと笑い始めた。そして笑いながら、私のことより君だよ、派手にやらかしたなと言って俺の頭をぐしゃぐしゃと撫でた。その表情は怒るでもなく悲しむでもなく、ある種の清々しさをはらんだものだった。そして社長は
今の会社の様子を教えてくれた。社長が言うには、俺がシステムを削除したことで、受注発注システムが起動しなくなり、業務に大きな支障が出ているのだそうだ。取引先からの連絡で、会社の回線はほぼパンク状態。取引先からの受注もできず、原材料の発注もできないことから、工場の稼働はほぼ不可能な状態に陥っているということだった。ここまで来ると今まで黙っていた社員も口を開き始めるものだ。その上、取引先からも大いに責められているようで、ゴーは窮地に陥っているのだった。なるほど、そんな状況なんですね。思った以上に深刻な状況に思わず声のトーンが下がる。しかし社長は、そうそう、どうなることやら、と比較的陽気な様子だった。しかしある程度近況報告が終わったとき、社長はため息をつきながら、ゴーは昔から勉強ができたんだ、と言った。そうですよね、学歴もすごいですもんね。このことに関しては否定の余地がない事実。俺は素直に肯定しながら社長の話を聞いていた。だから周りからはずっとチヤホヤされてきた。レンが荒れたのはゴーに対する劣等感からだったんだと思う。なるほど、一人っ子の俺にはわからないが、そういうこともあるんだろう。レンがあまり兄の話をしなかったことも納得だった。社長は遠くを見るような目で話を続けていた。レンは更生した後、工場を手伝うことで周りの信頼を集めることに成功したこと、それによってゴーが焦り始めたということ、しかもゴーはもともと会社を継ぐ気はなかったということ、それなのに最近売り上げが伸び会社が大きくなったことで考えを変えたということ。赤裸々に語る社長の顔は息子に対して心底参っているようだった。レンが亡くなって自分が会社を継ぐと宣言してきたゴーには、私は何度も意見をしたんだよ。そんな簡単な考えでできることではないってね。でも全く聞く耳を持たなかった。学歴のない父さんが社長になれたんだから、自分にできないことではないって大した自信があったんだな。そう言って再び諦めたように笑う。黙って何も言わずに話を聞く俺に向かって社長はさらに話を続けた。でもいつかはきっとこうなると思ってた。これは当然の結果なんだ。会社にとっては大損害だけど、ゴーにとっては良かったと思う。お灸を据えられた形になったんじゃないかな。ここまで言って社長は改めてこちらを向いた。そして、すまないね、息子が。ずっと失礼なことを言い続けていたと思う。本当に申し訳ない、と頭を下げた。その姿を見ていると、だんだん俺のゴーに対する怒りも収まっていくようだった。ゴーは横暴で自分勝手で失礼極まりないけど、でも大好きなレンの兄貴であり社長の息子なのだ。その事実を鑑みた時、もう許してあげようという気持ちでいっぱいになった。そこで俺は社長に対してある種明かしをすることにした。社長、実は俺、データを消去したように見せかけてるだけなんです。本当はクラウド上に保管しているんです。もちろんちょっとやそっとじゃわからないように隠してるんですけどね。ここまで言うと社長は驚いた顔をしながらも、やはりどこか安堵の表情を浮かべるのだった。俺は復旧はすぐにできるから会社自体は大丈夫だ、という旨も合わせて伝えてあげた。すると今度は社長が、亮太のことだから会社に本当に不利益になることはしないと思っていた、と言った。そしてその言葉には、愚息を助けてやってくれないか、という願いも込められていた。やはりレンもゴーも社長にとってはどちらも可愛い息子なのだ。そう思うと心も柔らかくなっていくようで、自然と、社長の頼みなら聞かないわけにはいかないですね、という言葉が口から出た。俺はその足のまま会社に向かおうと思ったのだった。会社に到着するや否や、ゴーが新しいパソコンの前で頭を抱えているのが目に入った。視線を感じたのか、
顔を上げたゴーが俺の存在を見つける。すると何かを言いたそうに立ち上がったものの、俺の前でそのままうなだれてしまった。そして絞り出すような小さな声で、私が悪かった、お願いだから何とかしてくれないかとお願いをしてきた。それを受けた俺は黙ってパソコンの前に座る。そして黙々と作業を始めた。俺が作業している間もゴーは何も話さず、ただじっと見ているのだった。30分くらいが経過した頃だろうか、復旧作業が終わり、システムは完全に元通りとなった。あれほどぐちゃぐちゃで混沌としていた状況が一気に片付いていることに驚いた様子のゴー。改めてこちらを向き、ありがとうと頭を下げた。俺は彼に向かって、あなたのためじゃないと言った。そして目を見ながらはっきりと、社長と蓮のためですと付け加えた。二人がどれだけこの会社を大事に思っていたか、成長させるためにどれだけ尽力してきたかを俺は知ってます。そんな二人だったからこそ、俺たち社員もついていったし、取引先との関係も良好でした。それをあなたはすべてないがしろにしたんです。ここはみんなの思いが詰まった会社です。社長ならもっと大事にしてください。俺がここまで言うと、ゴーは顔を歪め泣き始めた。そして心の底からの声で、すまなかったというのだった。自分のしてきたことを反省し後悔している様子のゴー。今度は彼がぽつりぽつりと話し始めた。私は実は蓮に嫉妬していたんだ。その言葉が意外すぎて目を見開く俺。構わずゴーは話を続けた。蓮は私にはないものを持っていた。例えば私がテストで100点を取っても、クラスの委員長になっても、注目を集めるのはいつも悪さをした蓮の方だった。そんな蓮が羨ましくて憎かった。でも蓮は違った。蓮はいつも私のことを慕ってくれていた。兄貴はすごいと言って褒めてくれて、懐っこく近づいてきてくれた。だから憎かったものの、完全には恨むことはできなかった。こういうゴーの言葉に蓮を思い浮かべる。ゴーが語る蓮はいつも優しかった蓮そのものだと思った。それからもゴーはゆっくりではあるが、たくさんのことを語ってくれた。蓮がいなくなった時、本当に悲しかったということ、自分が蓮の代わりになろうと思ったということ、社長に就任したのもその気持ちからの行動だったそうだ。でも実際は周りのみんなは、蓮がいてくれたらよかったのにというばかり、頑張りたいのにうまくいかないジレンマを感じる日々だったそうだ。そこで俺が蓮の親友だったと聞いて、何とも言えない感情に支配されたそうだ。思えばあれは八つ当たりだった。そういう彼はまた、申し訳なかったと謝る。俺はこのゴーの姿に蓮が見えたような気がした。蓮は本当に心の優しい人だったから、ありがとうとごめんをよく言っていた。今のゴーはその姿とよく似ていて、本当に誠意を持って謝っているのがしっかりと伝わるようだった。蓮からはあまり多くは聞いていませんが、一度あなたのことを、頭が良くて天才で俺とは違う優秀な人と言ってました。蓮が尊敬していたあなたなんだから、失望させないでください。そう訴える俺にゴーはうなずいて、ありがとうというのだった。結局俺の首は取り消され、会社に復帰することになった。社長も退院し、リハビリをしながらできる範囲で会社にも携わっている。そしてあれ以来ゴーは、人が変わったかのように周りの人の意見を取り入れ、慎重にことを進めるようになった。とはいえ、もともと優秀な人なのだ。いいことの吸収が驚くほど早く、
その手腕は早くも周りの称賛を得るほどのものだった。加えて俺とゴーの関係も良好。ぶつかり合ったおかげで今は何でも気兼ねなく言い合える楽な関係性だった。今では俺とゴーと社長で飲みに行くほどだ。それぞれが持つレンとの思い出話に花を咲かせるのだ。基本的にやんちゃなレンだから、そのエピソードは破天荒なものばかり。それでも中には彼特有の優しさが含まれていることに俺たちは皆涙するのだった。大事な親友を失ったことの悲しみは大きい。未だに傷の癒えるものではないけれど、彼との思い出を共有できる人がいるというのはとても嬉しいことなのではないだろうか。今はそんな気がしてならなかった。そんなこんなでいろいろあった社会人10年目だが、俺は今日も変わらず会社のデスクでパソコンを扱っている。そのパソコンのモニターの横には笑顔のレンの写真が飾られていた。疲れたあと伸びをするたびに目に入るその笑顔を見て、今日も俺はつられて笑ってしまった。ちゃんと仕事しないとレンに怒られそうだな。そう思った俺はより一層笑みがあふれるのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。